デレク・パトリック・デイリーはアイルランド・ダブリン県バリンティア出身の元レーシングドライバー。生はダリーとも表記される。ダンドラム生まれ。レース活動の資金を捻出するためオーストラリアの鉱山で働きながらフォーミュラ・フォードに参戦し、1976年のフォーミュラ・フォードフェスティバルで優勝。翌1977年にイギリスフォーミュラ3選手権に参戦し、 この年のチャンピオンを獲得する。1978年にシェブロンからヨーロッパ F に選手権に参加し、バレルンガとムジェロで優勝してシリーズ3位の成績を記録。また、同じ年のアメリカ西 GP にヘスケスから F1 に参戦を開始。ヘスケスでは予選通過できなかったがシーズン途中にエンサイに移籍、最終戦のカナダ GP で6位完走して、 F1 発入賞。1979年終盤にティレルへ移籍し、1980年は4位入賞を2回記録するが、モナコ GP では、スタート直後、ブルーのジャコメリと接触して、宙を舞、い、ザンド・フールトでのオランダ GP では、タルザンコーナーでフェンスを飛び越して、タイヤバリアに突っ込む事故に遭遇する。 1981年のマーチを経て1982年はセオドールから出走していたが引退したカルロス・ロイテマンの後任としてベルディ・ GP からウィリアムズに加入8ポイントを獲得するがこの年限りで F1 から去る1982年にカートでのドライブを始め1989年まで参戦を続けた 1986年を除いた1983年から1989年までのインディ500を含む66のカートレースに出走。デイリーは1987年ミルウォーキーでの3位、表彰台を含む合計21回のトップ10、完走を果たした。1990年のセブリング12時間レースでは、1位と2位でゴールした日産 GTP、 ZXT を両マシンともドライブしたという珍しい記録を作った。1992年に引退後はアメリカ合衆国インディアナポリスに在住し、ESPN、スピードチャンネルの解説者やレーシングスクールの経営に携わる。また、アメリカ国内の企業の経営者への講演も行っている。2011年は F1 イタリア GP のスチュワードを務めた。 息子のコナーもレーシングドライバーであり、2012年はロータス GP チームから GP3 に参戦し、2016年からはインディカーワールドシリーズにフル参戦を開始。開幕戦ではトップを走行した息子のレースを観戦するデレックの姿が国際映像にて映された。ありがとうございます。